2019年11月22日から24日までの3日間、旧西藤原小学校で里山文化祭が開催されました。これはいなべ市地域おこし協力隊の和田さん、佐藤さん、立山さんの3人が企画したもので、廃校になった小学校が再びにぎわう機会を作り、地域交流に役立ててもらおうと開かれたものです。以前、職員室だった部屋では、小学生らによる子どもマルシェが開かれ、シュロの葉で星や動物を編んだ作品や、ミサンガ、ビーズアクセサリーなどが並び、来場者を楽しませていました。また、夢を描くコーナーも設けられ、さまざまな願いが集まったほか、地域の人が作った大根やさつまいも、自然薯などの新鮮野菜の販売や、パッチワークキルト教室の作品展示と販売、そしてぬくもりあふれる和服小物や、藤原町のご夫婦が趣味で10年間作りためた創作和紙人形の展示もありました。3回も見学しに来たという女の子は、これが手作りってすごいです、着物が本物みたいと感動している様子でした。また真剣な表情でろくろ体験にチャレンジする男の子の姿も見られました。さらに絵馬や押し花でしおりを作るワークショップなどもあり、地域の皆さんが里山文化祭を十分に楽しんでいました。またお昼には来場者のお腹を満たす飲食ブースもにぎわい、焼き芋やうどん、おでんを味わう家族の姿もありました。思い出がたくさん詰まった校舎をフル活用し、幅広い世代の皆さんをもてなすことができた里山文化祭。地域おこし協力隊の3人は、これからも地域の皆さんとのご縁を大切に活動に励んでいきますと話していました。